もしかして肩甲骨剥がしで肩こりが良くなると思っていませんか？肩甲骨剥がしやりたいなって思っていませんか？正直理学療法士的に言うとあれは危険です。この肩甲骨剥がしっていう言葉にもやってること自体にも嘘があると僕は思います。今回は認定理学療法士の代理派が騙されないコツをお伝えして、さらに効果的な肩甲骨へのマッサージ方法、これを紹介していきたいと思います。内容はこんな感じになっていて、まず肩甲骨剥がしの嘘っていうところと、肩甲骨について、これはね解剖学的なところも紹介して、さらに実技動画、肩甲骨のマッサージ方法、これはですね僕が実際に実技動画を交えながら紹介していきたいと思います。フルバージョンはメンバーシップ限定になってますので、よかったら概要欄の方からぜひご覧いただければと思います。肩甲骨剥がしって言葉、これ自体が医学的には実は大きな間違いです。肩甲骨って剥がれないし、剥がれる方向に動くわけでもないんですよ。肩甲骨剥がしをしている人は一度でも解剖学の本を開いたことがあるんでしょうかね。肩甲骨は剥がれないし、剥がれる方向にも動かないし、剥がしたら何なのって感じです。普通に解剖学とか運動学を学んでる人はそんな発想にならないと思います。まあなんとなくキャッチーだし、言葉の響きもいいから使っているんであれば、まあそれはそれでいいのかもしれませんが、ただその言葉に引っ張られて本当に肩甲骨を剥がそうとしているような治療をしている人がとても多い。グイグイゴリゴリ肩甲骨を剥がして気持ちよくするみたいな、まあ一時的にスッとすることはあっても、あれはただ疼痛域値が上がっているだけですからね。まあ疼痛域値ってのは痛みの感じやすさみたいなことで、まあ、ゴリゴリグリグリやられるんで痛みを感じにくくなってるだけです。なんかこの辺にね、肩甲骨の内側あたりにグリグリやってなんか剥がそうとしてますよね。で力いっぱいグイグイやるから痛みが感じにくくなるんですよ。もうねほんとそれだけです。だいたいすぐに痛みも元通りになるか、もしくは後からもっと痛くなります。実は最近ね、僕接骨院に行くことが何回かあったんですよ。まあちょっとした事情がありましてね。でそしたら思いっきりグイ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 やられて、でその後痛みが出たら、ああそれは後天反応ですよって言われました。つまり良くなっているから出る反応で、その痛みは悪くないよっていう意味だと思うんですけど、後天反応なんてないですからね、肩甲骨剥がしにおいて。ただ力いっぱいやられたからそれが痛くなってるだけです。まあもちろんね、いい接骨院もたくさんあると思いますが、ちょっと信じられないところもあるのが現実ですよね。まあ後天反応とか言ってくる人いたらまあ怪しいので、これ皆さん絶対ね注意してくださいね。じゃあ肩甲骨に対してどんな介入をすればいいのかってところが、まあ、気になると思いますので、最後にね実技動画交えて解説していきます。ただいくら実技動画を見ていても、基本的な解剖学とか運動学を理解してないと意味ないんですよ。まあ、どんな構造をしていてどんな風に動くのか、まあ、当たり前ですがこれが分かってないと肩甲骨への介入なんてできないんですよ。なので基本的なところだけ解説します。まず肩甲骨の基礎、そもそも肩関節って講義の意味では5つあると言われています。肩甲骨、上腕骨、鎖骨、胸骨から構成されていて、肩甲上腕関節、胸鎖関節、腱鎖関節、肩峰下関節、肩甲胸郭関節。まあ今回の本題とは少しずれるので全部を解説はしませんが、こういった関節があるっていうふうに理解するのが大事なんです。そして肩甲骨はそれぞれ運動方向があります。まあ、このように挙上、上方回旋、外転、下正、下方回旋、内転とね、まあ、こんな感じで動きます。剥がれるなんて運動方向はないんですよね。そして上方回旋の主導作筋は僧帽筋、上部繊維と下部繊維、前鋸筋の下部繊維、小鋸筋です。下方繊維では肩甲鋸筋、菱形筋、広背筋で、外転は前鋸筋と小鋸筋、内転は僧帽筋の中部と菱形筋、広背筋、筋活動はこんな感じです。でこれくらいを知っていないと肩甲骨の何を改善しようとしているのか、それがわからないし、どんな方向に動きがいいのか悪いのかわからないんですよね。またこちらの文献では体幹の回旋と肩甲骨の動きを調べた研究で、同側に体幹を回旋すると肩甲骨の内旋が減り、上方回旋が増えると。一方で反対側へ回旋すると僧帽筋や前鋸筋の活動が増加すると示唆されたっていうことなんですよね。まあ、肩甲骨見るときには体幹も合わせて見た方がいいよねっていうことです。さらにこちらの文献ではアスリート向けではあるんですけれども、肩甲骨が上肢の動きや力の伝達に
重要な役割を果たすと言われていて、肩甲骨がうまく機能しないと肩や腕の怪我につながる可能性がある。肩甲骨の安定性はそういった意味でも重要であると言われています。またこちらの文献ではですね、リーチ動作について調べた文献で、片側のリーチ動作では体幹の回旋運動を伴うので、肩甲胸郭関節が四条面に近づくため肩甲骨の外転運動が促進される。肩甲骨の外転とリーチの距離が影響する可能性があるってことなんですよ。一方で両側でのリーチ動作では肩甲骨は上方回旋します。当然片側のリーチよりは短くなると。リーチ動作には肩甲骨の運動がそのように関わっているので、リーチ動作を改善したいときに肩甲骨にどのように介入すればいいのか、これを考えることができるというわけです。このような感じで肩甲骨について考えていくといいと思います。基本的な解剖学、運動学を理解していれば肩甲骨剥がしをしようなんていう発想にはならないと思います。はい、というわけで早速実技動画やっていきたいと思いますが、今回は肩甲骨剥がし、これね、正直あんま意味ないよねみたいな話をしてきました。正直この解剖学とか運動学、この辺を学んでいる人からすれば肩甲骨が剥がれるなんていう運動方向はまずないんですよ。そもそも肩甲骨を剥がれるっていうこと自体が嘘なんですよね。でその嘘をベースに肩甲骨剥がしとか言ってね、ぐり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 やって、なんかちょっと痛気持ちいいぐらいな感じをぐりぐりやり、それでなんか痛みが良くなったような気にさせるみたいなのは、正直ね、本当意味ないなって思ってます。いっぱいやれますけどね、この駅前とかに肩甲骨剥がしとかってね、よくありますけれども、ああいうのは本当十分注意した方がいいです。で、じゃあ実際どういうことやったらいいの、肩甲骨に対してね、実際にどういう介入すればいいのかっていうところを、今回は実技動画交えて解説していきたいと思います。で、早速ね、これ側外でやっていきます。で、基本的なところとしては、まずはこの上肢の重さを取るってことですね。まずここ僕の手で上肢の重さを取っていますね。で、上肢の重さを取った上で肩甲骨に介入していくっていうのが一つです。で、まずはこれ前胸筋のあたりからね、介入していますが、このような感じで、肩甲骨の下角ですね、前胸筋のあたりをこうキープして、でこっちで上肢の重さを取って、どちらかというとこう内側の方向に少し動かしているわけですね。このような感じで、結構この前胸筋の